どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、魅惑のサマーバケーション第2弾派遣ガシャに、海に咲いたハイビスカス、伊兵衛ハイルが登場しています。まあ、何も言うことあるまい。早速、キャラの詳細の方を見ていきましょう。もう、イラスト素晴らしいですね。はい。ハイル来てほしい、来てほしいって言ってたんで、もう本当にここで引いてね、ぜひともご突入させていきたいと思います。ステータスも見ていきましょう。恋アビリティが、ポイントアップ2倍ですね。うん、素晴らしい。で、レア獲得率アップがプラス 4% からの、新情報アップが 20% からの、成功率アップが 9% か、9% からの時短10ですね。まあ正直レア度がちょっとこう、10% か 20% になって欲しかったところではあるね。あと時短も、SR がここもう一個時短だったらよかったんですけど、はい。まあまあでもこいつのね、進化はここではないんで、で、連携が 1.5 倍ですね。はい、こいつ、逃走、ステータス素晴らしいです。ですね、恋アビリティ解放すると、南西の風ということで、ですね、配置が、こんな感じになるんですけど、配置1番と2番が移動速度レートプラス2ですね。で、攻撃力 1.5 倍で、この、一番前にいる3と5が移動速度レートプラス1で、攻撃力が 1.75 倍っていうね、まあ最近従属とか蔓延してるけど、これでね、瞬殺できるかもしれないね。まあ従属ずっと使ってて、逃走をこう何百回ってやってれば、従属は何に負けるかとか分かってくると思うんですけど、まあこいついけるんちゃうんかな。うかくと、一番前の3と5に置くやつ考えれば、2と4に置くうかくとね。というわけで、やっていきますか。引いていきましょう。あ、こいつをね、使いたいんで、この南西の陣を。まあ、夏のこの派遣ガシャでしか出てこないから、まあ、ぜひともここで引いておかなきゃいけないんじゃないかなと、はい、思いますね。で、体力アップ B で、防御アップが C。で、攻撃速度アップ C、プラス1ですね、レート。攻撃速度レートプラス1が2つということで、まあ、いいんじゃないでしょうか。まあ最近射程距離とか結構重視してるんですけど、はい、やってますか、逃走。もう逃走のね、報酬すっげえうまいんで、まあ負けてもいいんですよ、正直逃走って。うん、負けてもいいから、毎回毎回さ、その逃走の期間、いつぐらい、20日ぐらいあるのかな ?2、3週間ある、逃走の期間中に全部報酬は回収しようぜって話ですよ。うん、負けてもいいんだよ、逃走は。どうせ消費されるのは、無料のソウルと、毎日5個ずつ配られるソウルと、あと自分のたまってる、もうキュ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 たまってる、1億円ぐらいたまってるコインが消費されていくだけだから、負けたとしても何も損はないです。はい。なんでね、頑張って時間の許す限り走って、回収してください。では、行きますか。はい。ごとつしたいんだけど、ごとつね、ガシャだけ、しかも確定枠だけしか出なかった場合の石の数はちょうど今揃えてるんですが、まあこれ全部、消化しなくてもいいような気がするんですよ。てかしない方がいいよ。普通に1体確保するだけでいいと思うんですが、まあちょっと引きながら考えていこうか。うん。どっかで2体、3体、確定枠以外でポロって出てくれれば、ガシャだけで最後まで引くと思われます。では、行きましょう。まあ、せっかくの確定枠あるしね。にしても、水着素晴らしいね。まあここ10連で出ればね。ライナー、やるんだな。今、ここで。ああ、勝負は今、ここで決める。おら、まあ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 、俺確定枠以外で出さない男ってそれ一番言われてるからさ。あーやべえ、これボックス拡張しないとな。俺さ、なんかそのほんと派遣ガシャ足りなくて、派遣でドロップする派遣キャラすらめちゃくちゃ置いていってるから、もうパンパンなんだよね。450ぐらいあるのかな、今ボックス全然足りねえ。とりあえずこれ入るあれですね。一体確定ですね。いや、第3弾あるのが、第3弾でさ、まあ、松前はこの前派遣で登場したから、ひなみあたり来ないですか。まあ、とうかちゃんが来るかもしれないというね。ひなみかとうかちゃんで頼む。さあ、来い。入る。ああ、確定枠。一体だけか。
神々しいな。というわけでね、とりあえず1体確保ですね。まあもとりあえずもう一周しようか。入るね。リゼ入るときて、あと女性キャラ誰がいたかな。松前、まあミザとかはまあ来ないとしてね。あ、失礼かもしれない。まあ来ないとして、グール側誰がいたかな。イリミさんもまあ来ないとして、イトリあたり来そう。ロマも来ねえとして、まあそんなとこなのかな。ゴリさんも来ないとして、他いるか誰か。全然あれなんだけど、出てこないんだけど俺は今。ちょうど今ここに東京グルーるいの16。おっと、これは期待できるんじゃないかな。イエス。よし、これもうガシャで最後まで引いちゃおうかな。というわけで今3体ですね。で、5突するには6体必要なんで、あと3体引いていきたいと思います。あー、サイコあたり来るかもしれないな。ムツキはね、まあ、なんやかんや言うて来ないわ、多分。だから多分サイコかトウカかヒナミあたりが来てほしいですね。おー、これ期待できるんじゃねえか。確定枠じゃないんだけど、これイエス、めっちゃ出るやん。めちゃめちゃ出るやん。あと2枚っすね。もうこれ最後ラスト2枚出てくれね。ちょっと石を温存したいと思うようになってきたわ、ここに来てな。石を温存してな。よりによって水着が最悪のやつの手に渡っちまった。絶対に引かねえと間違いねえ、断言できる。この世で一番それを持っちゃいけねえのは入るお前だ。イエス、終わった。これあれっしょ、もう5突っしょ。いやー、なんかめっちゃ早く終わったな。めちゃくちゃラッキーなんだけど。というわけで入る、あ、圧巻だな。早速混ぜていきたいと思います。まあバラバラで使いたい気もあるが、あ、そんなことバラバラ使ってもあんまり美味しくねえな、このキャラなんで。早速混ぜていきたいと思います。強化もしていきましょう。で、逃走のパーティーも作ろうかな、ついでに。いやー、いいね。俺ここスクショ取っといていい？俺これスクショ取らせてもらうわ。イエス、はい。マジでこの入るプレイアブルキャラクターのサポートでも何でもいいからさ、出してほしかったんだよな。こういうさ、あの季節物でプレイアブルキャラクター出さないか。正直さ、あの、まあ、原作だけのキャラクター出してもなんかマンネリ化するくないか。もっと遊び心入れていこうぜ。せっかくのさ、ソシャゲなんだから。はい、というわけで熟練度 100% ですね。武器の強化やっていきましょう。もう最近はもう本当にね、あのプレイアブルキャラクターフェス限とかも結構その飛び抜けたキャラっていうのが出なくなってきて、だいたい一定のラインの性能を保ちつつ、あのキャラの数をどんどん増やしていってるというか、まあ、原作で活躍したキャラが毎月1体フェス限で追加されてますよっていう今状況なんで、本当に今自分が欲しいキャラを引いて、自分が作りたいパーティーを作ったらもうさっさと派遣ガシャを引く方に移行してしまって、あの派遣の方に力を入れていった方がいいと思います。っていうか、そっちの方が育成的にも、早く進むと思うし、なかなか美味しいと思うんでね。はい、というわけで伊兵入る、海に咲いたハイビスカスですね。まあ、正直逃走のチームわかんないんですけど、まあ多分アリマをアリマにつけた方がいいと思う。だからこいつ従属と一緒に並べても仕方ねえから、アリマ置いて適当にね。あれ、これどうやって外すんだ。
一旦有馬を置いて、まあ、有馬にファイルつけて、で多分ねこれもそんなゆっくりやるようなあれじゃねえから、早くスキル発動できる有馬にファイルをつけて、あと何置いたらいいんだ、これ別に距離取った方がいいのかな有馬って。まあ闘争なんやかん言って結局そのドンがやられた終わりなんで、ドンがさ狩猟がやられた終わりなんで、とりあえず距離取って、ドイツは距離取ってくれるんだっけ、あ今のやつ距離取るな。まあこの投下をこととさせて置いておこうかな。いやでもあれだわ、なんかプラス1いらねえわ正直有馬に。俺何つけてたっけ、なんかね時々ねイベントキャラとかね、あのごとつしてないやついるんですよ、これとかこいつと、結構優秀なのにこいつごとつしてなかったりするんですよね。なんか昔占領戦真面目にやってなかった時があって、これか、まあさっきの投下と同じだけど、あこれあれですね、派遣ドロップする投下ですね。俺これつけようかな、じゃあ適当にこれつけますわ。てかさっきも俺普通のこっちの従属の陣の方にもつけてなかったか、あつけてるわ、従属の陣の方投下と投下つけてんだ。まあ俺いつも闘争はこんな感じでやってます。まあ、時々ね、この売り絵とかを、袋絵とにしてしたりしてるんですけど、まあ、基本的にこれ、結果的に、うかく最強って思ってます、俺は。結果的にね。うかく最強。まあ、むつきも時々入れ替えたりしてるんですけど、結局落ち着くんですよね。2周年の石金木を入れたり入れなかったりしてるんですけど、まあ、うまくいくときとうまくいかないときっていうのは相手次第ということでね。まあそんな感じですね。入るちょっとあれだわ、レベル上げてなかったわ、パーティー作るとか言ってもめんどくせえからやめよういやマジでさ、入る多層たまらんぜ。おお、キャラクターじゃねえ、強化の人だ。派遣やっててさ、スタミナがなくなるとコインが30万ぐらい取られんのかな。でそれで、ああ余裕でしょこんなんね、1億ぐらい、もう1億、これ1億コインだけど1億コインさ突破してもオーバーフローしたから余裕だろうと思ってたらさ結構減ってるわ、思ったよりコイン溜まってなかったということで、はい、今回は入る思ったより早くごとつすることができました。なかなかのいい引きだったんじゃないでしょうか今回はね。いやー本当に素晴らしいイラストだと思います。皆さんもねぜひこの機会に手に入れて、まあ、闘争で使ってみてください。まあ俺も使ってないんで従属倒せるよとか、まあそれにこれに対する対策もまたされると思うんで、まあ、どんどんこの陣持ちのキャラクターが増えることによって、まあ、カードゲームとかと一緒でいろんなね戦法があってこう、まあどんどん今従属の陣が強いっていう状況ですけど、はい、変わっていくと思うんで、まあこれから闘争がどんどん良くなっていってほしいところであるが、まあ俺的にはタップコンボバトルの方をどうにかいい方向に改善、していってほしいとは思いますね。まあ何やかんや闘争は結局はミニゲームです、はい、報酬が美味しすぎるミニゲームという印象ですね。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。